海から来た卵、塚原健次郎。1。ミルジーさんは貧しい船乗りでした。若い時から次々に外国の旅を続けてきましたので、もう今では対外の国は知っているのでした。ところが、ただ一つ、日本を知らなかったのです。 いつもインドを通って市内やってくるじいさんの船は、上海で用を済ますと、そこから、故郷のフランスの方へ帰っていてしまうのです。日本へ行ってみたいな。そしたら、もう船乗りをやめてもいい。じいさんは長い間、海の向こうにある桜の咲く小さな島国を、 絵のように美しく目に浮かべながら心に呟くのでした。このじいさんがある日船長から今度の航海には日本まで行くことになったと聞かされた時の喜びようたらありませんでした。セルゲイ、おじいさんはね、日本へ行くんだよ。日本へ。お前には何をお土産に買ってきてやろうね。 じいさんは、その晩家へ帰ると、孫のセルゲイを捕まえて、酔っ払いのように幾度も幾度も言うのでした。僕、大将の着た赤い鎧が欲しいな。兜に、竜の止まった。セルゲイは言いました。いつか絵本で、日本の大将が前立てのついた兜と火おどしの鎧を着て、戦争に行く。 勇ましい姿を見たことがあったからです。よしよし。じいさんはにこにこして言いました。見るじいさんは、船が長い波の上の旅を続けている間も、毎日のように受け持ちの看板の掃除をしながら、日本の港へ着いた時のことを考えて、胸をワクワクさせていました。 じいさんの船は、インド、シナと過ぎて、やがて洋々のことで日本に着きました。じいさんは、船が神戸や横浜の港に泊まっている間中、珍しい日本の町々を見物するために、背の高い体を少し前こもみにして、せっせと歩き回りました。そして大きな百貨店で、 首の動くハリコの虎だとか、くちばしで金を叩たたく山柄だとか、いろんな珍しいものを買い集めて、持っていたお給金を大方使い果たしました。ある骨董屋の店先で、セルゲイの行ったのにそっくりの竜のついた兜と赤い鎧を見つけ出したのは、船が出版しようとする前の日でした。いやあ、 セルゲイの欲しがっている鎧だ。よしよし、買っていってやろう。じいさんは、早速店に入っていって、船の中で習い出したばかりの、まずい日本語で尋ねました。これ、いくらですか ?150 円です。骨董屋の主人は、じろりと、 じいさんのみすぼらしい服を見て、ぶあいそうに答えました。じいさんは、百五十円と聞いてがっかりしましたが、それでも念のため、少し高いです、と言葉をつづりつづり申しました。いくらならよろしいのですかそこでじいさんは、 もういくらも入っていない釜口を調べました。中には10円紙幣が2枚入っていたりです。20円にじいさんは一生懸命に申しました。主人はあまり値段が違うので少し腹を立てたのでしょう。黙って首を振りました。じいさんはそれを見ると 今はもう諦めたように悲しげな様子で、幾度もこの立派な鎧の方を見見、暗くなりかけた表の通りへ出て行きかけました。すると、後から骨董屋の主人が、もしもし、と呼び止めました。主人は、じいさんがあまりこの鎧に見とれていたものですから、ひどく気の毒になったと見えて、 棚の上から、その鎧にそっくりなのをつけた一尺ばかりの武者人形をおろしてきて、これなら、お安く願います。と言いました。じいさんは、その人形を眺めて、なるほど、これはいいと思いました。これならセルゲイも喜ぶだろう。それに、船の中に持ち込むのに、小さくってどんなに楽だか知れない。 まもなくじいさんは、四角な霧の箱に入った武者人形の包みを下げて、港の方へ帰っていきました。そしてさも満足そうにつぶやきました。やれやれ、やっとセルゲイとの約束を果たすことができた。わしはもう日本も見たし、今度国へ帰ったら、これで船乗りはやめよう。 2。ミルじいさんの船がインドの猿港へ入ったのは、それから15日目のことでした。じいさんは、鳩場に近い酒場で好きな矢印酒を飲んでいると、そこへ船長が入ってきました。じいさん出版は今夜の10時だよお前早く帰って用意をしてくれ船長が申しました。 船長さん、きっとひどい嵐が来ますよ。さっき灯台の周りに鳥がたくさん飛んでいましたからね。じいさんは長年船に乗っていますので、夕方灯台の周りに鳥が飛んでいたり、犬の毛が湿っていたりすると、きっと嵐の来るということをよく知っているのでした。何大丈夫だよ。外に出てみなさい。 とてもたくさん星が出ているから。船長は平気でした。その晩、出版したミルジーさんの船は、インド洋の真ん中で嵐に遭い、いつの間にか航路を誤って、暗礁に乗り上げてしまったのです。ボートを下ろせボートを下ろせ船長は叫び立てました。かわいそうにミルジーさんは、 せっかく日本から買ってきた山柄も張り子の虎も捨てて、みんなと一緒にボートに乗り移りましたが、それでも、セルゲイとの約束の武者人形だけは、しっかり抱えていたのです。次の朝、ミルジーさんは気がついてみると、海の真ん中にある大きな岩の上に倒れていました。そばにいるのは、日頃仲のいいコックのジムです。 ミルジーさん、気がついたかねおや、ジムさん、全体どうしたんだね、わしは。ボートが恐ろしく高い波の上に放り上げられたのを知っているが、それからあとは、夢のようだよ。ミルジーさんは、本当にまだ夢の続きではないかと、穴の開くほどジムの顔を見つめました。 あの時ボートがひっくり返ったのさ。そこでお前さんを抱えて、わしはやっとここまで泳いできたんだよ。のんきだなあ、ミるじいさんは。ジムは笑い出しました。じいさんは初めて親切なジムのおかげで命拾いをしたのだと知ると、嬉しくって涙がボロボロこぼれました。それにしても、 船の人たちはどうしたろうと遠い沖の方を見ると船はもうすっかり波に浸かって帆柱だけが青い海の上に見えますせっかくじいさんが日本から買ってきた山柄も武者人形もみんなきれいに海の底へ沈んでしまったのですそれでもじいさんは海に沈んだ船長さんはじめ 大勢の仲間たちのことを考えると、武者人形ぐらい何でもないと思いました。ミルじいさんとジムは、まずお日様に着物を乾かしながら、どうかして沖を通る船を見つけたいものだなどと話し合いました。それから、お腹が空いてなりませんでしたから、岩の上をあちらこちらと食べ物を探して歩きました。が、 昼頃までかかって、やっとカニを二匹取っただけです。二人が岩の一番高いところに腰掛けて、岩角にカニの甲羅を打ち付けては、少しずつ中身を食べていると、不意に足元のうろの中から、バタバタと二三羽の小鳥が飛び出しました。いや、ジム小鳥の巣があるぜミルジーさんは叫び出しました。 そうだ、きっと中に卵があるよ。トら。ジムはカニの足をくわえたなりで、いきなり、うろの中に手を突っ込みました。中は生暖かくて、確かに丸いすべっこいものが指の先に触れます。いや、あるある。ジムは、じいさんの前に、 小さな青い色の卵を三つつかみ出しました。それを見ると見るじいさんは、おやおや、綺麗な卵だね、ジム。それをわしに送れよ。そうしたら、このカニをみんなお前にやってもいい。と言いました。じいさんは、この珍しい小鳥の卵を、せめてもの土産にしようと考えたのです。 ああ、いいとも。じゃ、このカニはわしがもらったぜ。ろくろくお腹の足しにならない小さな卵とカニと取り替えることに不足のあろうはずがありません。ジムは大喜びで、二つの蟹を平らげてしまいました。これでやっとお土産ができたよ。ミルジーさんは嬉しそうに言って、 その卵を大切にハンカチに包んで上着のポケットにしまい込みました。三。ミルジーさんとジムは次の朝、運よく沖を通るイギリスの大きな気船に救われました。そして2週間の後、丸2ヶ月ぶりで故郷の港へ帰ってきました。ミルジーさんは家へ帰ると、 早速テーブルの周りに3人の家族を呼んで、初めて見た日本のこと、それからナンパしてイギリス戦に助けられたことを涙を浮かべながら語りました。つまんないな。じゃあおじいさんのお土産はみんな海の中へ沈んでしまったんだね。セルゲイはつまらなそうに言いました。そうだ。日本で買ったお土産はね、 だけどセルゲイや、おじいさんのお土産は、ちゃんとあるよ。じいさんは笑いながら、ポケットに手を突っ込みました。セルゲイは、目をくるくるさせて、全体、おじいさんのポケットからは何が出るだろうと見つめています。するとじいさんは、ハンカチに包んだ A の卵を取り出しました。これさ、 これがおじいさんのお土産さ。なんだ、卵か。つまんないな。セルゲイはがっかりしたように言って、コロコロとテーブルの上で卵を転がしています。ああ、これを割ってビスケットに塗って食べるとそりゃ美味しいよ。私は子供の時、市長さんのとこのお誕生日に食べさせてもらったことがあったっけ。 おばあさんは、そばからセルゲイの心を引くように言いました。そうだ、ばあさんや。早くお茶を入れて、ビスケットに塗っておやり。じいさんは言いました。しかし、ミルじいさんは、せっかく遠くから大切にして持ってきたのに、今割ってしまうのは惜しいと思いました。ばあさんや、今度の後悔の記念に、 せめて、この卵の殻だけでもしまっておきたいから、上手に割っておくれ。じいさんは言いました。するとセルゲイが、僕、とてもいいことを考えたと言いながら立っていって、戸棚からお皿を持ってきて、その上に卵を乗せ、針で両端に穴を開けました。そして上の穴に口を当てて、 ほうぺたをふくらましてぷうぷう吹き出しました。中身はだんだんお皿の上に流れ出しました。これを見て見るじいさんもおばあさんもお腹を抱えて笑いこけました。セルゲンは三つの卵がすっかり空になると、それに糸を通しておまだに吊るしました。それは何とも言えない。 美しい窓飾りでした。お日様の光が当たるたびに青い殻が透き通って宝石よりもずっとずっと綺麗です。これはいい思いつきだ。こんな窓飾りは市長さんの家にだってありゃしない。じいさんは子供のように手を打って喜びました。 ミるじいさんは、それきり船に乗ることをやめました。そして、よく窓に立って、ぼんやり、この珍しい窓飾りを眺めました。こんな時、じいさんの顔は、晴れ晴れといかにも幸福そうに輝きました。じいさんはある日セルゲイに、こんなことを言いました。セルゲイや、わしはこれを見ていると、 海の上で見たお星様を思い出すよ。いつも北の方に光っていた北極星のことをね。そうだ。お前が大きくなってから、どんないいものをおじいさんに送ってくれたとしても、きっとこれには及ばないだろうよ。ありがとうございました。